日本鹿児島県鹿児島市桜島白浜町、桜島白浜町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島郷白浜村、鹿児島郡西桜島村大技、白浜、鹿児島郡桜島町大技白浜。郵便番号は891-1411。人口は398人、世帯数は246世帯。 桜島の北部、旧桜島町の北端及び東端に位置している。東方には、高面町、西方に阿弥陀川を挟んで、桜島二股町がそれぞれ隣接しており、北方には、鹿児島湾に面している。集落としては、東白浜と西白浜に分かれている。町域を東西に、鹿児島県道26号桜島港黒上線が、通っている。 主にビワなどの栽培を中心とした果樹生産地域であり、三丈の北斜面に位置していることから桜島内の他の地域より遅く出荷される。また、桜島白浜町では、桜島二股町、桜島松浦町とともに、桜島大根が栽培されている。白浜から高面町にかけての海岸には、アコウタブの木の樹林が構成されている。 桜島白浜町の一部が国立公園である霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており特別区域特別保護地区第1種特別地域第2種特別地域第3種,種特別地域から構成される。上井閣圏日記によると白浜は安土桃山時代の天正10年頃に上井閣圏の両下にあったとされる。 天正11年から天正13年にかけて、白浜村と、本田正地下領である、二股村の間で教会をめぐる論争が起こった。向島里の地頭の裁定により、教会が確定されたが、二股の住民はこれを受け入れずに、教会線の変更を申し立てたが紛糾したとされる。江戸時代には、大隅国大隅郡桜島里のうちであった。村高は、 天保郷町では108国余り、群村高辻町では108国余り、三州五地西洋蘭では113国余り、急行給料取調べ町では127国余りであった。安永8年10月1日に発生した大噴火では、白浜村が噴火口に近く危険であることから、鹿児島や重富などへ村民は避難したとされる。 翌年には爆発明洞により3畳ほどの津波が発生した。この津波では被害はなかったが、天明元年に発生した噴火による津波により、村民6名が犠牲となっている。1889年4月1日に、松村政が施行されたのに伴い、桜島の西半分にあたる横山村、赤水村、小池村、赤尾原村、竹村、藤野村、 聖堂村、松浦村、二股村、白浜村の区域より、北大隅郡西桜島村が成立した。それに伴いそれまでの白浜村は、西桜島村の大技、白浜となった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍、廃屋け法律によって、北大隅郡が、鹿児島郡に統合され、 西桜島村は、鹿児島軍のうちとなった。1898年1月9日に、白浜で大火が発生した。この時住民らは、薩摩藩第12大藩首都津中義の国葬のため、留守にしており、火の手が大きくなったとされる。1939年には、現在の鹿児島県道26号桜島港、 黒上線にあたる袴越しから白浜までの道路が開通した。1955年には白浜出張診療所が西白浜公民館に設置されたが、1962年に交通の便の改善によって廃止された。1965年には桜島で初めてのトンネルである白浜トンネルが開通した。 1973年5月1日には、西桜島村が、調整施行し桜島町となった。1993年5月には、白浜に、桜島白浜温泉センターが開業した。2004年11月1日に、桜島町が、鹿児島郡吉田町、日置郡松本町、氷山町、伊布スキ郡木入町と共に、鹿児島市に編入された。 合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって桜島町の区域の大技については地の区域を廃止し当該廃止された地の区域に相当する区域により新たに町の区域を設定しその名称については表示案に基づき各町の意向を尊重し合併までに調整するものとすると協定された 前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の国示である、町の区域の設定及び、地の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技白浜は廃止され、大技白浜の全域をもって新たに、鹿児島市の町、桜島白浜町が設置された。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内を通る鹿児島県道26号桜島港、黒上線。ありがとうございます。